高級クロマグロで作る三つ星ツナ缶に決定。最高級のクロマグロといえば大間で知られる津軽海峡。この津軽海峡でクロマグロ名人として活躍する漁師がいるとの情報をキャッチ、猫は北海道マス前にその漁師を訪ねた。お母さん、あの人じゃないですかね。ちょっと聞いてますね。すいません、すいません、もしかしたらクロマグロ釣り名人でしょうか。誰から聞いてきた。いや、タッツァンにからか。はい、もしかして今ちょっとタッツァンって言ったような気がしたんですけども、宮さんのこと。よく知ってるよ。柴田幸信さん、64歳。なんとこの方、我がそこんところファミリー上宮さんの釣り仲間にしてクロマグロ釣りの名人。漁師歴40年以上、200キロを超える大物を幾度となく釣り上げてきた。しかも積丹で経営する民宿では自分で釣ったクロマグロだけを客に出すというこだわりの持ち主で、北の海ではちょっと知られた存在。何なんだね。ぜひともあの猫がちょっとマグロを釣りたいんですけども。無理だ、俺あまり人乗せるの嫌いなんだわ。僕あの人じゃなくて猫ですから。あのちょっとどうしてもクロマグロを釣りたいんです。クロマグロのツナ缶を作りたいんです。バカなこと。バカ承知でやってきたんで、何卒よろしくお願いします。生の素晴らしいマグロで、うまい、みんな美味しく食べてるんだから。いや、あの梅宮さんに達さんのためです。しゃあねえな。本当ですか。しゃあない、乗せてやる。どうしたろ、どうしようもねえだろ。やりました。猫クロマグロ漁業権ゲット。翌朝午前5時、いよいよ漁へ。おはようございます。まだ夜も明けきらぬ中、漁場を目指す。マグロが今入ってるわけ。だからそれを今狙いに行こうね。船を走らせること30分、クロマグロがいる漁場に到着。私が見えてきました。この下にいたな、この下に。いきなり名人クロマグロの気配を察知。魚群探知機には確かにマグロが。早くも大物ゲットの期待が高まる。今ちょっと竿を出すから。はい、ちょっと手伝ってくれ。はい、よし、横の手も借りたいということでいきます。よし。柴田さんの指示に従い準備に取り掛かる猫。そっち持ってって、こっち。そう手挟むなよ。あー、持って。よいしょ。漁に使うのは重さ25キロ、長さ 6.5 メートルの釣竿。名人の漁法は一本釣り。餌には生きたブリの子供を丸ごと一匹。でっかい。こんな大きい魚が餌なんだ。そうだ。この下にマグロいますか。わかんない。これから。さあ、いよいよ名人とクロマグロとの戦いの幕が開いた。すると、いきなり。あ、今度これ今飛んでる。マグロが飛んだ。なんとクロマグロが飛んだという。いやいや、羽だ、あのあそこの鳥のいるところ。飛んだ。うわすごい飛んでる。マグロが飛んだ。果たしてこのクロマグロを釣ることはできるのか。とその時、来た。クロマグロか。しかし外しちゃったー。師匠、逃げられた。はい、外れちゃった。餌取られちゃった。取られた。なんだけど弱いんだよね。下には来たんですね。うん、来た。綺麗に取られてる。今度こそ。すかさず2匹目の餌をつけ投げ込む。餌を取られたということは、この下に必ずクロマグロがいるはず。何本かいるんだろうけどな。しかしこの日は餌を4匹取られただけ。クロマグロを釣り上げることはできなかった。港に戻ると柴田さんから重要な情報が。よし、うわ、でっか。食べてもらおうじゃない。はい、じゃあ
柴田さんが数日前に釣り上げたクロマグロを食べさせてくれることに。このマグロは何キロぐらいのマグロだったんですか？これ1、50キロのマグロだ。ちょうど僕と同じぐらいの体重です。ほら食え。出来上がった。はい、じゃあ食べてみ。猫まっしぐらで。猫が食べているのはトロではなく赤身。やゆう、うまい。マグロはね、もうトロに限るよって言うけどね、はい、いやいやいや、そうじゃねえんだよ。え、一番おいしい部分ってどこなんですか？赤身。クロマグロで一番うまいところは赤身。確かにツナ缶作りの現場でも、はい、赤身が、はい、味の決め手は赤身。最高級クロマグロの赤身なくしてプロジェクト成功はありえないのだ。しかし漁2日目、この日は風が強くとても船を出せそうにない。ちょっと無理だろうな。マグロはいるんだけどな。この日の漁は断念。クロマグロ漁3日目。昨日の風が嘘のような静かな海。今日は名人釣り方を変えてクロマグロに挑むことに。これで釣るんだ。ほら行ってこい。その釣り方とは、重さ50キロ、長さ16メートルもあるこの竿での本釣り。餌はこちらのルアー。水面のはるか上から伸びた糸は100メートル。その糸に5つのルアーを仕掛け、船を走らせながら当たりを増す。タスアニーのためにも何としてもクロマグロを釣り上げたい。そんな思いに突き動かされるように、ただひたすら当たりを待つ名人。しかしクロマグロの気配すら感じることなく、いたずらに時間だけが過ぎていく。水面には上がってこないよ。上がってこない。姿出さない。警戒しちゃってんだよ。食らいついてこないな。結局この日も釣れなかった。だが名人を信じ、プロジェクトは着々と進行。ちょっと缶を作っていただきたいんですが。またですか。以前当番組が挑んだ巨大アナゴのかば焼き缶詰、その缶作りに協力してくれた鉄板加工会社に再びお願い。至ってシンプルな設計ながら、そこには最新のハイテク技術と熟練の職人技が見事に融合。世界にたった一つの巨大な缶が作られていく。あとは中に入れるマグロを待つのみ。クロマグロ漁4日目。おおはよう。いや、よろしくお願いします。おお、今日は取るぞ。やってみた。いつになく気合の入った名人、何か感じるものがあるのだろうか。この一本の竿に漁師40年の意地とプライドをかけ、クロマグロに挑む。そして漁開始から5時間が経過しようとしたその時。この下にいる。名人が動いた。かかった。果たしてクロマグロなのか。100メートル以上もある釣り糸を一気に手繰り寄せる。しかしまだその姿は見えない。名人渾身の力を振り絞り、獲物を徐々に引き寄せていく。だが敵も黙ってはいない。かなりの大物か。と次の瞬間、見えた。クロマグロだ。船に引き上げる際、クロマグロが暴れて体に傷がつかないように水中で電気ショックを与えておく。ここまで来て逃がすわけにはいかない。名人とクロマグロとの戦いもいよいよクライマックスへ。巨大なフックをエラに打ち込み引き上げていく。よいしょ。
行くぞ。ついにクロマグロを釣り上げた。体長およそ1メートル、重さ40キロ。さすがに取った取った。まあまあ小さかったけどね。多分素晴らしい釣竿ができると思う。期待してるよ。さあ、あとはこのクロマグロを高級ツナ缶に。その重責を担うのはマグロ料理専門店マグロ人の面々。すごいですねこれね。小さいより全然大きいですね。これなら多分美味しいツナができると思います。厨房に運び込まれたクロマグロをまずは解体。おお、見事な最高級の赤身。マグロ人の料理人魂を熱くさせるには十分だ。やっぱ血の匂いがすごい強いんで、いいとこだけを使って缶詰としてうまみを出していきたいと思います。どうやら赤身だけでなくトロ、大トロも使うつもりだ。続いてスープ作りに取り掛かる。ニンニク生姜で匂い消し、ゆで玉ねぎの甘さとセロリなんかで香り付けを。厳選した野菜エキスいっぱいの煮込み用スープ、そこへ巨大なマグロの赤身を投入。せっかくいいマグロなんで、部分ごとに入れて、あの部位の味を楽しんでもらえればなと。部位ごとに調理することでそれぞれの味を最大限に生かしたいという心にくい演出。煮込みが終わったら身を冷ますと同時に缶に詰めるための専用スープを用意。慎重に味を整えていく。完成は間近だ。いいですね。最高級クロマグロの巨大ツナ缶、この後スタジオに登場。大変なことになりましたよ。4日目にしてやっと。大体でもね、この辺の漁師はものすごい気が荒くてね、はい、協力してくれないんですよ。そうですよね。でしかもツナ缶作りたいんでって。さあ、それではそのツナ缶が完成いたしました、うん、こちらです。いよいよ最高級クロマグロで作った世界最大のツナ缶とご対面。はい、おっ、全然しゃべってない。すごいね、赤だなこれ。ていうか普通缶詰って長持ちさせるためでしょ。これだって本日中にお召し上がりくださいから。後ろにおかしいでしょこれ。あの柴田さんの思いがここに詰まっておりますから、では早速所さんに開館をお願いします。これ開ける、開館式、開館式お願いします。歯じゃないのこれ。意味あんの。ありますあります。ありますよこれ。ごかさに言わないでください。めったんない場面だもんね。ないですね。おおすごい、すげえこれ。おおおおすげえ、できました。すごい鉄でできてるから普通の司会者で開かないよ。トレーニングする司会者じゃないとね。ある程度鍛えてる司会者でよかった。はい、梅宮さんに入刀していただきたいと思います。大きいだった。どんなもの入れてるんだ。ちょっとツナっぽい。やっぱツナ、ツナの感じする。ツナだ、ツナだ。でか、嬉しい。フォアグラみたいな入れる。そうだね、フォアグラみたいだね。ちょっとクロマグロうまいんじゃない、油乗ってて。よろしくお願いいたします。はい、待ちますよ。大きい。いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。どうなんでしょうか。おいしいぞこれ。おいしいね。さっぱりしてる。さっぱりしてる。本当だ。トロなのにね。さっぱり。脂っぽい感じは全然ない。どうですか、梅宮さん。はい。このトロってあんまり意味がないような気がするな。確かに。多分普通のツナ缶と食べ比べたら全然味が違うと思います。確かに。相当上品な味にできた。あ、そうですね。おつな感じで。どうしちゃったの？ごめんなさい、言えって言われたんです。言えって言うのを言うな。アイドルが来るの
たな。また一人殺しました。本当にあの柴田名人、4日間もかけてクロマグロ釣ってください。本当にどうもありがとうございました。